でしょ、うんうん、それでまあとにかくねその香港映画、うん、香港映画っていうのはなんだかんだ言いながらインスパイア与えて、うん、タランティーノ、ああそうタランティーノありましたね、我々 もちろん、うん、だからねさっきも言ったけどブルース・リーの映画の中やっぱね、はい、高倉健の人気映画が影響を与えだった話なんだけど、残響伝、はい、いわゆる団塊の世代のね、あの元教徒世代の人たちが、はい、が割とね高倉健あまあ人気映画好きだったんだよね。で彼らが見に行くとだからその出てきた時はこうみんなこう高倉健になってなってこう、もしくは仁義なった戦いね、はい、仁義なったもっとあったの、ああもっとあった、ああそうか、高倉健の60年代68年代のね、止めてくれるのおっかさんみたいなね、あの死んでもらいやす、死んでもらいやすさ、でもねさお湯をちょうだい、でもそうみんな高倉健になってきて、はい、で我々さみんなそうなんだ、みんなカンフェ映画見るときだから、うん、みんなこう、うん、ブルースになっちゃってるでしょ、そうそう、ね、僕だってモップでね、そうなんかね、みんなに、うん、ヌンチャク作ったじゃないですか、さっき言ったけどこうブヨーンとふね、そういう給食の時に振り回してね、手芸用の鎖だからさ、問われて、あ先生の牛にバコーンって買ったんです。割れはしなかったけど、大変、もう、ものすごい、もう。もう、だから子供が作るもんだから、精密でも何でもないんですよ。すぐ壊れちゃうしね。ああ、だからさ、なんだよ。あ、いえ。だから、なんだ ?B 級、あの頃のね、厨房ね、はい、騙しと言いますかね、だからやっぱね、厨房そう、我々厨房を騙す、うんうん、厨房ね、厨房ってさ、ほら、ここの、こう料理、厨房、中学生のね、はい、中学生のあれを騙すようなね、はい、いっぱいあったわけ、まあ、はい、ね、さっき言ったなんとかドラゴンって言えばね、はいはい、ホイロドラゴンっていうね、その化学だけど、名前も中国でも変わるだけですね。レコードね。はいはいはい。ね、カンフーファイティングだっけ、はいはいはい、現代は。もうね、ブルース・リーのね、ジャケットはブルース・リーの写真でね。あれ詐欺ですよね。いやいやいや、でも買ったんでしょ。買いました、買いました。全然違う曲じゃねえかよ。でも曲はまたいいんだけど ね曲はまたいいけど許せるんだけど、でも騙されましたよね。でもね、もう厨房商売って、うん、ね、あの頃ね、具体的な言葉がありました、ありました、ヌンチャク講座とかとかとかあった僕はあれでもね、通信局だからね、はい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 、ちっちゃいんで写真がね、まあ、それ言うとね、桝大山からずつくもそうじゃねえかって、あれはもう、もう、で、うん、でもあれはね、正確に言うと、もよいドラゴンよりちょっと前から始まった。はい、でもすごかったね、道場の音とか入ってるカセットテープ。あのカセットテープ、俺持ってたの、4000円で。ああ、4000円すごい。あれ買うじゃないですか。で、あれ、だから、エギルディーとか、こうやってるんですよ。要するに、ただ撮ってるだけなんですよ。そうで、最後に、組手なんですよ。はい、組手は、こういう音使ってるんですよ。参りましたとか言って、これ。だってカセットテープそのまま撮ってるだけですから、映画に。うん。はい、カダードラゴン、はい、はい、ジミー・ウォング。ジミー・ウォングさん。カダードラゴンってね、はい、なんかブルース・リー、モヨドラゴンが引っ越した時に、はい、すごいドラクサに紛れて。はい。あれこそカルトですか、ね、あれでもね、あれしの異種格闘技戦の、はい、そうですけどね、なんかこれ、なんかすごいす、ね、牙生えたりとかね、はいはい、で、片声で、あれも座頭市の影響ですよね、はいはい、で、はい、ジミーさん、はい、ジミーさんね、会った人にみんな言うけど、ジミーおみし、ジミーおみしやめて、またそういう誰ですか、まあ、ジミーウォングね、ああ、ジミーウォングね、はい、ウォングさん、はい、ワンユーさんね、はい、あ、ワンユー、はい、みんな会った人がいることで、本当ね、はい、柔和な紳士で、はい、って言いますけどね、一番におっしゃるとでも、でもあの人、黒社会ですからね。黒社会で結構殺人事件とかね、かなりありましたね。だから、そうしたら一番怖いんだろうね。だと思いますよね。だから、ジャッキーもね、あの人の頭がない。ブルース・リーも上がらなかったですよね。だから、イスリーは、ね、それまでのスターだったから、ブルースがアメリカ帰ってきてやって、はい、スターの座を奪われたって言うんだけど、
ブルースが一番ある意味ではモニタリングが明るかったらしいですよね。コント使えとかね、カツプロとだそういうことは、なんかドラゴン行かれる鉄拳でね、橋本力さんがね、はいはい、あれカツプロとだから、あ、はい、ジミーさんの関係で、あ、そっか、だからちょっと言って、あれだから協力してやってくれっていう、で橋本さんも言ったけど、ただ悪いもんだった、悪いもんだっただけの、顔から見ても悪いもん、まあそうですね、うん、まあ大魔神の中身ですから、はいはいはい、あ、そうかそうか、そう言うてもそうっすよね、かかカツプロケースもね、だってね、うん、だからあれですね、佐藤一、はい、これ東人間の絡みでしょうね、はい、はいはい、分かんないもんですよね、実際ね、僕はまではね、企業のなんだ、うん、それで香港で、はい、だから結構まあフィクサーだったんじゃないですかね、うんうんうん、フィクサー的な ね、うん、よくも悪くもだからみんながやっぱり地味さんには世話になってるという、うん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 、桑田さんも地味さんにすぐ世話になったって聞いたけど、はい、桑田さんも桑田康之さんも、ああ、はい、確か田岡組長みたいなもんですか昔の、まあそうでしょうね、一言一言を変える、うんうんうん、まあだからね、やっぱりそういう意味で言うと昔の流れがあったんでしょうね、だよく曲がる、あの島だから、うん、まあ日本映画もそうでしたね、うんうんうん、そういう泥臭い部分っていうのがあった、うんうん、そう、いいか悪いか あれかもしれませんけどね、まあ、いい部分もあったんでしょう、こういえばその筋を通して言えば、うん、分かったって言って、そうだから日本の芸能界っていうかね、うんうん、日本の芸能界とアメリカのショービズの違いっていうのは、まあね、僕のほら、うん、某アメリカ人の、はい、あの人がよく言ったんですけど、うん、言ったんですが、なるなと、日本の芸能界っていうのは面倒見がいいんですよ。はいはい。一回こうつながると何かしの機会でも何か使ってあげるみたいな、アメリカって自力社外だから一回オーディションがあるからなんですよ、ね、どんな人が出てきてもオーディションがあって、うん、バサッと切っていっちゃう、うんうん、だそういう意味で言うと義理人情はないんですよね、はいはい、だいいか悪いかは別ですよ、そうですそうですね、うん、その代わりそのクオリティ高いのを出せる可能性あるし、まあまあまあ、じゃあおさむちゃんだからおさむちゃんじゃないけど、はい、傷がねえじゃないけどね、まあまあこの間も使ったから今回も使ってあげようよみたいなね、これが作品に対していいかどうかは別として、うん、でも義理人情の世界からすれば頑張ってればとにかく食っていけるっていうのはあるわけじゃないですか、うん、だからその代わりアメリカ映画ってのはすごいシビアだからダメだったらダメだから、精神カウンセラーがすごい多いですもんね、アメリカの役者って、ねうん、ついてるね、やっぱおかしくなっちゃうよね、ですよね、だからそこのプレッシャーとの戦いなわけだから、だからどっちがいいかっていうのはね、これ一概には言えないですよね、だから日本の外交って、まあそれがね、外交で言えばね、日本の外交って、うん、そうなんだ、厳しいんじゃないなったわけですよ。でも韓国はここまでね反日になったっていうのはね、うんうん、昔はまあ反日、もともに反日だったけど親日だったんですよ、まあ、パク・チョンヒの時代はね、うんうんうん、彼はやっぱ日本のね軍人だったからね、うんうんうん、あ、運が分かったんだ、まあちょっと今後初代が変わるから言わないけど、はいはいはい、おっしゃることはあれだね、うんうん、まあ、どっちがいいか悪いか、さっきも言った人情と、そうなんですよね、商売と、うんうんうん、商売というか、ね、まあ、商売ともなかなんていうか、やっぱそこで自分を高めていかないと滑りちゃいますよね、うん、これは物語の世界でも同じだし、ある種はまあ厳密には商自分のなんか商品価値みたいな、こういう言い方はよくない、あんまり好きじゃないんだけど、うん、でも意識しないとある程度はまあ義理人情で、例えば A と B の人がいてね、でなんか使おうかと思ったら記憶と知れてるやつを選んじゃったりする、うんうんうん、だからこれはね、もう日本の話なんで、政治の世界もそうだしね、
一般にこう生活してるのもそういうところありますよね。あります、あります。だからそれがいいかどうかっていうと、そうです、全くそうです。別問題だし、それが嫌であれば海外行くしかないんですよ。うん、わかりますよ。その中でね、日本人としてどう行くっていくかっていうのも考えなきゃならない。そこにね、東洋人であるということを、ハンデなのか、その強みにするか、それは自分の意見。翔子、うん、まあ、お杉さんなんか偉かったんだよね。そうですよね。うん、彼もやっぱ B 級とは B 級なんだけど。そうです、そうです、そうです。でも、まあ、素晴らしいよね。うんうんうん、B 級映画っていうのは、いや、ばかりはできないんですよ。うんうんうん、帰ってきたドラゴンってね、やっぱでかかったんだよ。お、帰ってきたドラゴンに帰ってきた。いや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 。さすがおさむ。はい。それで、でかかった。でかかったですよ。でかかったですよ、あれは。だって俺、これ真似したの。あれね。あれ真似したよね。真似したでしょ。僕はだからね、うちの中学校でね、あのね、あの体育館と、はい、あのなんかね、体育教官室ってのが、ホタテ号あって、はい、で、隙間があるんですよ。それ、この隙間を探して、みんなやってるってあれ。俺たちの世代は。結構登れんねん、登れんねん。そうなんで、もう厨房は全然、厨房のね、もう通過経営だよね。あの、本当に。だってもうこれ衝撃的だったもん。で、ドン。で、あれで、あれを真似して、あの、空飛ぶ十字剣っていう映画があったんですよ。ああ。なんか 3D 映画の、はいはいはい、中国映画、はい。あれ一瞬これありましたから。ああ。でも元祖はもうこれ帰ってきたドラマ。ね、ブリャンとね。で、やったでしょ。俺と同じだもん、俺とやって、バッバッバッって、こう、こう、前の隙間あって。うん、パッと見たら窓があって、ネタが怪我してて、キャーって言われて、あんた覗き魔やん。ずーっと、下から怒ったっていう。そう、おさむさん？いや、俺じゃないですよ。おさむさんの友達ってこと よくあるじゃん、俺の。まあまあ、わかるよ。友達、いや、まあ。すいません、ちょっとこの人酔っ払ってるもんで、私は一滴も飲んでませんけど、はい。だから、嘘。まあまあ、いいから、あれはね、でもね、あの、やっぱね、あれは、はい、いや、あれはビッグ映画だよ。ビビッグって申し訳ないけど、それはもう、まあ、何度も何度酔っ払う感じになってますよ。すごいアクションはね。そうです、そうです。ただ、まあ、ほとんどアクションしかないっていうか、それしかない。意味ないというか、追っかけ、なんで追っかけ必要ないじゃないですか。追っかける必要ないんだけどさ。帰ってきたドラゴンだって、戦いドラゴン。帰ってきたドラゴン。帰ってきたドラゴンは。ブルースだよ、ブルースやん。で、もう一個が何でしたっけ、あの、ドラゴン世界行くか。あれは、もう、あれは、ぬるぬるの、あの、しょうがなかった。ヨーロッパ行っただけで。めちゃくちゃ。だって、ローマから走ってに、あの、追っかけてったら、ね、あれ、アルプス行くっていうさ。知らない間にあの、雪が。ええー、みたいな。あれ、地球だけね、ほんとね、あの、見ましたよ。あの、無敵のゴッドファーザー。あ、ドラゴン世界へ行く。ね。僕はもう、それがドラゴン世界に行くでしょ。そうです。あのね、格闘してて横で人がね、何気なく撮ってんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ、普通に。全部隠し撮りなんだよ、あれ。あ、帰ってきたドラゴンは、ないんだ。ほら、アマゾンプライムで。ああ。ほら、ないでしょ。ないですね。これはあるんですよ、これは。あ、ドラゴン世界行く？これ一応これ買いに入ってるから。とりあえずね、とりあえずなんだろうね、うん。ドラゴンの世界を行くを。とりあえずヨーロッパでね、ロケしましたという、ね。見入ってしまう。だけですよ、ね。なんかね、変なね、魔力あるんですよ。あの、香港映画って。うさんくさいのもあるじゃないですか。だから、うさんくさい映画っていっぱいあるんですけど、それがなんか、なんか、すごいですよね、香港映画はね。だってミスターブーだってうさんくさい映画でしたもん。うさんくさい。で、ごめんなさい、ちょっとなんか話を元に戻しますと、うん、もうほとんど戻んなくなっちゃってるんで。香港映画ね。まあ結構撮ってるんだよね、これ。もう、香港映画ね、香港映画、ちょっと待って。はい。だからね、香港映画ね、はい、香港の、ね、だから、ね、まあパワーはありましたね。パワーありますよね。ありますね、本当に、ね、これはね、映画なんだけど。うん、見せられる。また中央にパワーがあったと。うんうんうん。なんか受け入れてしまう。そうですね。アチョウアチョウアチョウはね、うん、まあアチョウは言わなかったんだけど、はい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 
今につながっていくわけですよ、はい、俺たちの見た香港映画っていうのはもう最高だったわけですよ、はいはい、ね、今見たらインチ臭い、うさらくせえ、ね、ワイヤー使わなかった、ね、ワイヤーとかね、CG がなかった、音楽はパクってるわとんでもないですよ、想像権もクソもない、ないですね、だけど楽しい部分ありましたよね、ところがこれからどうすか、もうああいう香港映画を作るのはもう無理ですよね、無理よね、うん、今のこの体制からしてね、香港のね、だから、うん、まあ、今の香港のね、うん、現状を突然言えば、だから何でしょうね、今の香港はそれこそ今ね、こういわゆるデモがあるわけでしょ、あの民主化を、ね、これは主題とは違うからいいよ、いや全然そっちに結びつきたいですね、何でしょうね、そう思ってくるとやっぱりこう悲しい祭りじゃないですか、まあまあそうですよね、だから香港の独自のパワーってあるでしょ、そうです、まがいものももちろんあるけど、うん、僕は実は言うと香港って1回しか行ったことないですね、はい、あのもう5、6年前かブルース・リーの75周年記念で、ね、素晴らしいと思うね、それでブルース・リー博物館できて行ったわけですよ、でまあまあもうね、その時代だからもう中国にある程度カニカニ遅れてたけどまだ良かったんですよ、そうですね、全然で、まあ、去年どうしという、去年かデモがあって、そういう風になっちゃってもう弾圧受けて今もうおかしな状況になっちゃってるじゃないですか、うん、それで香港映画って言ったって今ね、ちょっと俺たち帰ってきてドラマ見てましたけど、こういう香港映画じゃなくて、はいはいはい、今実はあの渋谷と吉祥寺の方でミニシアター系でやってるんですね、香港の映画、うん、これは香港のデモのドキュメンタリー映画なんですよ、うん、20分の、うん、だからもうこの映画はね、意味がある映画だと思いますよ、大変ね、だけど映画をエンターテインメントに楽しむ立場からすると、はいはいはい、残念ですよね、本当だったらこういう映画なくていいんですよ、うん、作られる必要なかったんです、うんうんうん、ところがチャイナがめちゃくちゃのことやりだしちゃって、もう全部壊しちゃってるわけじゃないですか、でもうそろそろ時間がないからね、あれなんですけどね、俺はその前香港に行った時にブルース・リーのファンクラブ、香港のファンクラブがあるんですよ、なんかね秋葉原みたいなところに、うん、秋葉原のなんか電子デパートみたいなのがあるんですよ香港にも、そこの一角にあるんですよ、あったのか、もう正式にはそこもうクローズしちゃったんですけどね、ブルース・リーファンだからそこ行くじゃないですか、行ったらちょうどいい時に行ったんですよ、明治の日に行ったのかな、じゃちょうどいい時に来たと、夜からね、夜ここでショーがあるから行かないかっつってチケットタダ券っていうかタダで配ってるんですけど、もらったんですよ、で場所はなんとブルース・リーの行っていた高校、ああラサール高校だね、そうです、ラサール高校、ね、それで行ったんですわ、そしたらまあ一応入場券見せて、で75周年記念だからブルース・リーのそっくりさんとかいろいろこう、うん、集まって結構盛り上がってるんですよ、うん、で校庭みたいなところで、だからああいうのがねなんか日本じゃ考えられないじゃんそれで建物自体はブルース・リーが行った頃と同じなんですよ、建て替えてないんですよ、はいはい、改修してるぐらいなんですよ、それでなんか隣のおじいちゃんが座ったんですね、それでまあ通訳っていうか一緒に行ったやつがいたんで全部訳してくれたんだけど、どっから来たんだってなるじゃないですか、日本からって、でもおじいちゃんなんですわ、はい、で話聞いたら実はそのおじいちゃんはブルース・リーの2年後輩、あブルース・リー知ってるんですよ、それでよくブルース・リーはあの高校中学高校で子供の頃から暴れてたばっかいて、うん、でこれは高校に置いとくとまずいと、うん、学校に置いていて、だから退学になってアメリカに追い出されたって言われてるけど、実はその人の話ですよ、そのおじいちゃんの話によるとブルース・リーってのはもうすごい個性があってすごいと、で担任の先生はそれに気づいてて、この香港にいるよりもアメリカ行っちゃった方がいいんじゃねえかお前ってことで行ったらしいんですわ、だからちょっとでもそれは実際後になったら正解だったかもしれないですね、そうですよね彼の、うん、それでね
俺が一番覚えてるのさ、そこにトイレがあるんですよ、うん、まあ、学校だからトイレある、うん、でトイレ入ってったんですね。そしたら昔の小学校のトイレみたいな、はい、日本の、はい、全く変わってないんですよ、はい、で便器はね5個ぐらいになったのかな。で俺だからちょっとおしっこしたくなったら全部行ったんですよ。っていうのはそこはトイレは工事してないから、はい、同じ便器で同じ空間でブルース・リーがおしっこしたところで感激、俺もしたいわけですよ。だからソニーはもう全部でおしっこするしかないですから、はい、どうですか見れば見えたの。でも全部ちょびちょびやりましたよ。で後日日本帰ってきてね、たまたま NHK かなんかの見てたんですよ、特集を。でブルース・リーの特集って不定期的にやるじゃないですか。そしたらそこの学校が映ったんですよ。そしたら、ああ行った学校だと思って見てたら、そこの便所も入ってったんですよ、リポーターが、うん、でブルース・リーは喧嘩をここでよくやってた。ああすげえ。昔ほらそれこそ厨房のあれですよ、そうトイレ、トイレ多いや。だから香港の中学生高校生も日本の中学生高校生も結局喧嘩をするときはトイレなんです。わかりますわかります。これでこれをチンしたかったんだすごい話ですよね。ということでトイレには要注意と。うん、だからあのね、スタンリー・キューブリックのね、はい、フルメタルジャケットフルメタルジャケットだ、フルメタルジャケットとかね、はい、デブ君がね反乱を起こしてね、うんうんうん、ハートマン軍曹を撃ち殺したのがトイレだったって。おお、じゃあアメリカもそうって。だからいやこの前の上映会行ったんだけど、うんうん、川島雄三さんと、はい、川島雄三と森崎東とスタンリー・キューブリックって本当に関連性のない映画監督3人ってのは共通するのは何かというとね、必ず映画の自分 作品の中でトイレが出てくるのね。おーおーおお、それ確認しても面白いですよ最後トイレ閉めた。いやでもねうんでも何ですかね、結構ちょっとおさむの気が酔っ払ってますんでね、まあまあいいよ。でもまあこれちょっとね、まあまあ、1時間ぐらい行きましたけど、いろいろお話できました。ありがとうございます。これもうまとまりましたんで。ということで、ありがとうございます。またね、たまにはこういう映画、うん、映画とか、ただの酔っ払いですか。こういうカルチャー、カルチャーね、サブカル？そういうのが知らないけどね。もう人の話聞いてませんから、この。はい。ということで、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました、細野さん。ありがとうございます。はい。